成川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろ。構わん、クワをくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。手向かったか。いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見といこう。いざ勝負！やるね。戦慣れしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人も殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ！ジン、どうした？いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか？ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。
お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。まあ気にすんな。他を探せ。そんな侍見たことないぞ。お主も登ってこい。もう子供、俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばないが、仲間だ。隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった。思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦か。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くだ。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵、戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。深に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫児たら。縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい。俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。深が待ってる。お主の家か。貸してやってる。深だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら、とうに取っておる。ジン、
お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。何とか言え。助けになるか、または猛虎の槍に疲れるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よく分かった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に切る。足をすくわれないようにしな。この俺が鍛えてやろうか。道はわかるかい。どこへの道だ。雲煙寺への道さ。そこでは大田家族が飯と寝床を支度してるんだと。もう子供に慈悲はないぞ。その寺を見つけ、ざれ言を広めるのを止めねばな。この首で試し切りしてみるか。太刀はいくらでも汚せ。あんたみたいな男に脆い鎧は合わないよ。どれを整えるのさ。大事にしな。
て。よし。賢三は崖だよ。大事な話をしてる。そして息のクロードは般若のイオに目くばせをしたかと思うと、嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたい。なあお侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。
げ、気づかれてしまうぞ。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！桜のどこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだし。行ってこい！侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ！正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが主情のためだ。手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。
Hatta! Bitte so da ist du! Aber der Mund bei Starfler! Halt! Der Inhalt des Balls!遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。Oh!
退却だ。グズグズするな。オーク相手に一生報いてやったぞ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと死んじまって負荷と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。
みんな待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。当たれ。後ろへ一刀に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。後ろへ一刀に1点。始め。やめ。後方下がれ。一刀に1点。始め。勝ったのは一刀。運が良かったな。誰かいるぞ。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。美濃は無事か。まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど。でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。があるんだよ。あたしに勝たせとくれ。子供が9人もいて夫が病なんだ。褒美が欲しい。これがなりわいでは。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃあんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは知能は9度竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。竹に1点。始め。やめ。後方下がれ。一刀に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。下がれ。一刀に1点。
始め。また勝負したいの？はじめ！当たれ！後ろへ、竹に一点！はじめ！ダメ！双方下がれ！ヒット！また勝負したいの？はじめ！待て！離れろ！一刀に一点！はじめ！当たれ！後ろへ！一刀に一点！
あったのは一頭。ズルしたね。私が負けるなんて。